皆さんこんばんは、オーシャンです。本日も引き続きネザーランドドワーフのフラッペちゃんの様子ですね、お届けいたします。今日ですね、自宅に、新しいフィーダーが、届きましたので、こちらをね設置いたしました。以前のねフィーダーだと、ねペレット入れの中に入ってペレットの上でねおしっこをしてしまうので、牧草オンリーのフィーダーにしました。でペレットオンリーのねフィーダーも届いたんですけれども、ちょっとね M サイズ予想以上に大きくてですね、完全にフラッペちゃんのね寝床になりそうだったので、ちょっとね設置はしておりません。こちらねお皿のまんまにしております。そうするとね必然的に食べる位置がね今動画で映ってる位置になるので、ちょうどねトイレにねおしっこしてくれるようになってますね。まあ、当面は体大きくなるまではこれでいいのかなとはちょっと思っております。どうだフラッペ、美味しいか。ねえ、かわいいですね。体重もね昨日よりもちょっと増えましたね。まあ、毎日ねこれだけ食べてれば体重も増えるかなと思いますね。やっぱりねこの赤ちゃんの時特有のこの丸顔はいいですね。もうねだいぶね人にも慣れましたね。もう全然ケージ開けてるとこっちにねズン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 寄ってきますので、ね、怖がらないね。まだねちょっとね体が小さいのでねちょっと食べづらそうですけれども、まあ、これも小さい時のうちのねご愛嬌ということでね。今日のねフラッペちゃんの様子お届けいたしました。それではですね、今日の動画はねこの辺にしようかなと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。